ノアミワサブローは日本の水産家。香川県、引田町出身。愛称は、ワーさん。日本で初めてブリの養殖に成功したことで知られる。ノアミワサブローは1908年3月11日に、香川県大川郡、引田の丸さと呼ばれる網元の三男として生まれる。小学校に入学すると祖父を亡くし、翌年にはおじを、これらで亡くしている。 そのため、叔父の息子を、野毛屋で預かることになり、和三郎は、母の実家に2年間ほど預けられた。その後、親に頼み込み、島根県の水産学校に進み、後に、三重県の島水産学校に転校して卒業した。1927年、郷里の香川県、引田町のあどいテにて、浜地の養殖に携わり、道地で海水を用いた養魚の実験を行った。 当時の養魚は、うなぎや鯉等の淡水魚に制限されていたが、野毛は初めてハマチを養殖したことで一躍名を馳せた。ハマチ以外にも、真珠やカキ、サバ、アジ等の多くの魚介類の養殖にも携わった。太平洋戦争の影響もあり、養殖を一時中断した。1943年には海軍に招集され、翌年の7月に父が亡くなる。 終戦後に、香川県水産資材協会の理事となる。アド池を再開させるため、アメリカの日本新中軍の水産関係者や、当時の大臣である、広川博士前や鈴木善光のもとにも訪れ、補助交付金を頼んでいる。1961年に、日本館水溶業協会会長に就任し、以後、 香川県館水養魚協会会長や引田漁業、会長等を歴任し、日本における養魚の普及に貢献した。香川県水産試験場には、没後の2010年3月に、野サ和三郎記念室が開設され、遺品などが展示されている。1914年説もある。浜地養殖に成功した時期について、香川県庁広報士、 サヌキアの記事では1928年に絵付けに成功と記され、デジタル版日本人、明大辞典プラスは1935年としている。ありがとうございます。